ということで一気にガクーンと、やっぱりこっちダメなんだなと、菅政権やっぱ分かっちゃいねえよこいつというふうな、ことになっちゃいましたね。この人やれるところからやるって言ってるんですね。それも間違ってます。それも間違ってる。やらなければいけないところからやってください。はい、皆さんこんにちは、まみこがいです。今日はですね、毎日新聞なんですけどもね、これは今日、23日昨日の、金曜日、昨日の夜配信ですか、夜配信、ウェブ版からなんですけどもね、もう私口酸っぱくもう最初から早く早く第3次補正予算編成しなさいと言ってますけどもね、ようやく腰の重い、菅首相も第3次補正予算案編成すべきだというふうな、考えになってきました。で、まあ、この記事読んでいきますけども、菅首相は追加経済対策と今年度第3次補正予算案を編成する方針を固めた。11月上旬にも、政府内で指示をする。新型コロナウイルス感染症の影響で冷え込む経済や家計の支援に万全を期すためだ。与党から10兆円規模の、予算額を求める声が出ているということなんですけどもね。ここで書いてあるように、まあ、新型肺炎の影響によって冷え込む経済ですね。あと、家計。これの支援に万全を期すって言ってますからね。これ言ってるっていうことは、あれですよ、定額給付金やるってことですからね。さあ、この後なんて書いてあるんでしょうね。この経済を立て直すんであれば 100% あり保証。やれや、倒産の数も減るし、まあ、経済持ちこたえることもできると思います。やるんでしょうかね。ちょっと次読んでいきますよ、これ。でですね、まあ、政府与党は当初、11月16日発表予定の7月から9月期の国内総生産、GDP 速報を踏まえた上で、追加経済政策の、経済対策の可否を判断する構えだったと。11月いっぱいですか。今、今日は10月24日ですからね。まあ、3週間ぐらいですかね。3週間後ぐらいに、今から3週間ぐらいに、まあ、その、GDP 発表されたら、その時、やるかやらないか決めようって思ってた。そうです、最初は。しかし、減収に苦しむ民間企業で、ボーナス削減の動きが相次ぐ。など、連鎖的な景気の冷え込みがすでに起きつつあると判断。欧米で新型コロナが、再流行し、世界経済のさらなる悪化も予想されることから、前倒しで編成作業に入る。当たり前っちゃ当たり前です。むしろ遅すぎます。むしろ遅すぎます。まあ、ここまで言ってるんだから、100% 粗利補助するでしょうね。ここ、定額給付金やるでしょうね。一律10万。先だって、細野豪志さん含めた数人の自民党の、国会議員が、菅首相に、まあ、提言しましたよね。一人、まあ、合計、一人合計15万の給付金やるようにと。いうふうな、提案を提出しました。さあ、どうなんでしょうか。まだちょっと続きがあるんでね、読んでいきたいと思いますと。新型コロナワクチンの接種を、希望者全員が無料で受けられるようにするための医療機関への報酬費。現在12月まで、末までとなっている、雇用調整助成金の特例期限延長に関連する予算などが検討される見通しである。まず2つですね、見通し。公明党が要求している、旅行需要喚起策 GoTo トラベルの延長や、大学受験生ら2万円を支給する案なども論点になりそうだと。一方、全国民一律の現金給付は実施しない方向だ。ということで、一気にガクーンと、やっぱりこっちダメなんだなと。菅政権やっぱ分かっちゃいねえよ、こいつ。というふうな、ことになっちゃいましたね。でですね、あとまあ最後はまあちょこ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 、まあとりあえず、で政府はですね、3次補正案を、2021年、来年ですね、来年の当初予算案と一体的に編成し、15ヶ月予算として切れ目のない対策を講じる方針。第3次補正予算案は、第3次補正案は12月中旬、当初予算案は同下旬までに、閣議決定。だから12月までに、今年いっぱいまでに閣議決定して、で、21年1月召集予定の通常国会に提案する。3次補正の成立を急ぐため、通常国会を年明け早々に召集する案も与党内で浮上していると。いうことなんですけどもね。
あの、全国民一律の現金給付実施しないんじゃ話になりませんね。また真水を削ろうっていう意思がもう目に見えてますね。10兆円規模というところからまず怪しい。本来でも3、40兆円の規模の、真水を、この第三次補正予算ではやらなければいけないにもかかわらず、10兆円。多分真水もほとんど出ないはずです、これ。と、まあ、やっぱり、ダメなんだな、こいつはっていうふうな、感じで、やってますね。本当にこの人、政治的なセンスがない。菅首相、本当にこんな政治、首相としてのセンスがない人、まあ、ほぼほぼ初めてじゃないですか。本人は、主に二つのこと言ってますよね。国民のために働く。働くんだったらガンガン金持ってきてくださいよ。財務省と喧嘩しても何でもいいから、真水100兆、合計100兆ぐらい持ってきてくださいよ。できないんだから口だけだ、こんな奴ら。あともう一つは、この人やれるところからやるって言ってるんですね。それも間違ってます。それも間違ってる。やらなければいけないところからやってください。それぐらい総理大臣になったんだから、それぐらいできるはずです。やらなければいけないところ。まさに、現金給付、まあ、合計して15万、一人一律15万。やったら大したもんですよ。やったらまあ、GDP の底上げにもなる可能性十分あります。あとまあ、100% 粗利補助。こうすれば、倒産数件数もガクッと減りますからね。次につながる政策です、これは。次につながる政策。ということで、どうでもいいような、ハンコがどうのこうのとか、どうでもいいような、外国人に頼るとか、外国人を、なんかわけのわからない会議に、会議のメンバーに入れるとか、そんなどうでもいいことがいいんですよ。そんな誰でもできる。そんな誰でもできるようなことじゃなくて、やらなければいけないことをやってください。まあ、この記事読んで、まあ、ちょっと腹渡りにえくり返りましたね。やっぱり、まあ、菅首相ダメなんだな。もう、こいつ呼ばれていいんじゃないですか、この人は。本当に、まあ、センスのない人っています。センスのない人います。これからも、どんどんこういうセンスのないこと言ってくると思うんでね。まあ、ガンガン、切り捨てていきたいと思います。それの、まあ、来月ですね。来月の。言っときますけども、来月、まあ、結構な、上げ幅になりますけども、下げ幅よりも、上げ幅が、絶対に大きくなければいけませんよ。まずこれが基準。しかも、相当大きくなければいけない。4月から9月まで 27% 減でしたっけ、ね、27% 減でしたっけね。でしたか。だったら、最低でも 30% アップはしなきゃいけない。まあ、よく言えば 60%。60% アップ、倍ぐらいアップしてるんであれば、まあよくやったなとは思います。でもまあ無理でしょうね。30% アップもないでしょう。年換算で 30% アップも多分ないでしょう。まあ 30% アップぐらいでは褒めることはできませんね。やることやってないんだから。そりゃ 40%、50% アップにはなってないですからね。まあそういうことで、まあ読んで、またなんかちょっともうムカつきましたけどね。本当にセンスのなさが際立つ。そういうふうな、総理大臣になってしまいましたね。まあ、どこまで長く続くかわかりませんけどもね。で、我々やっぱり、どんどんおかわりしていきましょう。国民の義務はおかわりすることです。義務、権利じゃなくても義務です。おかわりすることは。それぐらいで、政府に圧力かけていきましょう。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニャ。